栄一が倒れています。そして、なぜ嫌われる、と、突然言います。各国から嫌われているという意味でした。体調が悪いわけではなかったのですね。びっくりしました。栄一は実業界から引退しました。が、自宅には客がひっきりなしに来ます。実業以外の仕事を毎日しています。まあ、元気。そして、悪化した日米関係を民のレベルで改善しようと、日米有志協議会を発足。いつの間にか、首相が変わり、原敬になっていました。栄一は、政府と民との温度差を感じました。栄一は、両とこの大隈様を訪ねます。ワシントン会議について話します。栄一は、移民問題に深い関心を示します。そして、とうとうアメリカへ渡ります。その間、原敬首相が、暗殺されました。そんなこんなで、ワシントン会議では、軍縮が可決されましたが、栄一の移民問題は取り上げられませんでした。そして、その間、大隈様がこの世を去りました。そこへ、関東大震災が起こりました。栄一は復興活動をします。あんなに、栄一が移民問題に力を注いできたのに、アメリカでは非日移民法が可決されます。そして、中国では、日本軍が満州鉄道を爆破、だんだん、戦争へと向かっていきます。ついに栄一は、この世を去ります。92歳でした。お千代さんの2倍、行きました。ここでのエピソードがあります。金子さんに、死んだら教えてくれよ、と言ったそうです。なんともまあ、最後までユーモアたっぷりの栄一。孫の敬三が追悼式で今後も、よく励んだ、お疲れ様と、渋沢栄一を思い出してほしいと話します。これで、青天を衝けは、おしまい。